それぐらい、あの、だから嫌がってるじゃないですか、体が。それによって人生が変わるってことが分かってるんです、自分は。嫌がってるから行くんですよ。嫌がってるから行くんですよ。はい。では皆さん、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。この企画は、悩めるクライアントに、悦子が誠心誠意向き合い、悩みを解決に導くためのリアルドキュメントである。はい。まあ皆さんね、今日はね、悩める子羊ということで、まあ皆さんのね、悩みだったりとか聞きたいことを、まあ、どんどんね、私に聞いてもらうという、仮面打ち会になりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ、皆さん簡単に、まず、お名前、はい、あとは年代ですね。はい、あと、職業、言える方は職業言ってみてください。はい、では、お願いします。はい、名前はヒロと申します。職業は医療関係の仕事をしていて、年代は40代です。はい、ありがとうございます。はい、では、はい、私、弥生です。40代です。仕事は看護師をしています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ではお願いします。はい、名前は清水久弥と申します。職業は、がん攻略チャンネル、久弥お母ちゃんという YouTube チャンネルをやっています。年代は50代です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、リンダと申します。50代ギリギリです。はい。専業主婦23年やっております。はい。はい、ありがとうございます。ということで、まあ皆さんの、まあ、悩みとか、私に聞きたいことですね、があるということで今日集まっていただいているので、早速行きたいと思うんですけれども、ではまず、ヒロさん。はい。いかがでしょうか。はい。まだ、悦子さんを知って1週間も経ってないぐらいなんですけれども。すごい。はいはい。ステ活は順調なんですが、うん、マインドと言ったらいいんでしょうか。うん、の書き換えというか、そういうメンタルの方がうまくいかないので、うん、今日入りました、うん。はい、ありがとうございます。結構物はもう捨てれてるってことですよね。はい。さっき、ちょっとだけお伺いしたら、引っ越しするときに台車だけで、引っ越せるっていうことだったんで、だいぶ物ないじゃないですか。はい、だから、もう捨てるの終わってるんですよ。もういいんです。あ、うん。で、捨て続けないといけないので、はい、まあ、それはあると思うんですけど、次に理想の自分っていうのを、まあ、ゴールセッティングと私言うんですけど、はい、これってどうです？なんか思い浮かびます？理想の自分。全く浮かびません。全く浮かばないですか？浮かばないんです。はい。じゃあ、10億円あったら何したいですか？それが本当に浮かばなくて、うん、ときめかないというか、はい、ワクワクしないなっていうのを、この1週間ずっと悩んでして、どうしたら見つかるんだ、それっていう。はい、そういうことですよね。はい、要は、まあ、夢というか理想の未来っていうのが、なかなか見つからないっていうのは、これ、ほとんどの方そうなんですよ。もう私は 95% 以上そうじゃないかなと思ってて、これなんでかというと、原因は、まあ小学校とか、まあちっちゃい時ですよね、に夢を実現していいんですよって、なかったことあります？ないです。ないじゃないですか、はい。どちらかというと、まあ真面目に働きましょうとか、うん、そういう感じだったじゃないですか。はい、その情報がずーっと入ってるので、いきなり夢なんですかって聞かれても、いや、ちょっとわかんないですっていう感じになるんですね。で、これはまずは捨てることで、過去をまあ断っていくことで、どんどんこの未来の方にフォーカスできるからっていうので、もう第一手段としてまず捨てるってなってもらうんですね。で、それでできてるじゃないですか。じゃあ、例えば情報の断捨離ってどうですか？少しずつやってるんですけど、はい、大事な専門書とかは全部データに移すことはできたんですけども、はい、今度はそのデータを探し当てられることができないぐらい増えてしまって、さあこれどうやって減らすっていう感じになってます。はい。あ、それ仕事でいるんですか？仕事でもいるんですけど、うん、結局それだけどこに何があるかがわからない、探し当てられなかったら保存しててもあんまり意味ないんじゃないかなって今思っているので、うんうん、一回本当それ捨ててもいいんじゃないかなっていうふうに思っているぐらいです。その本はたまに読んでたんですか？読んでませんでした。あ、読んでないんですね。あ、じゃあもう手放してもいいかもしれないですね、はい、そのデータも。はい、あと他にもいろいろ情報って切ってほしいのがあって、はい、例えば今のご自身、ヒロさんですよね。ヒロさんになったのは、はい、今までの取ってきてるデータの
賜物なんです。うん。これ結構大事なことなんですね。はい、今まで取ってきたデータの賜物が今なんです。うん、もし今の状態が自分の、はい、まあ、理想というか、もう毎日ハッピーとかね、はい、こうなってないんであれば、もうはっきり言って全部いらないんです、これ。全消ししてもいいぐらいなんですよ。今までのデータの賜物が今で、今ハッピーですか？全くです。全くない。はい、うん、じゃあこのデータいるんですか？いらないですよね。いらないですよね。はい、だから私データの消去っていうのをしてほしいっていうふうに言ってるんですね。はい、例えばテレビとか見ます？あ、テレビは捨てました。じゃあ捨てた。ニュースは見ますか？ニュースはヤフーニュースは見ちゃいます。あ、見ちゃう。見ちゃいます。それは何でも癖というか、もう習慣？今は、悦子さんの YouTube を見てますけども、うん、本当に通勤時間はずっと見てました。例えばニュースって大体どう？マイナスとプラス？もうほぼマイナスですね。で、それって言われないと全然気がつかなくて、うん、すごくいい情報があるんじゃないかってずっと見てたんですけど、うん、ああ、そう言われてみればマイナスのことしか出てないなっていうのに、うん、今の今まで気がつかなかったんです、うん、見てもあんまり意味がないんだなっていうのを気がつきました、はい、もうその通りなんですよ。だからそれをまずもう削除していく。それぐらい私たちの脳って一つのことにしかフォーカスできないんですよ。例えばね、ヒロさん、じゃあちょっと実験なんですけど、はい、すごい楽しかったことをちょっと思い浮かべてください。パッと、はいはい、あります。じゃあすごい嫌やったことを思い浮かべてください、はい、で同時に思ってください。同時ちょっと難しいでしょ。うん、こんな感じになってるんですよ、脳が。なんかマイナスなことを入れながら、はい、理想の未来とか思い浮かべれないんですよ。どっちかにしか触れないんですね、はい、だからこのマイナスの情報を削除して未来に当てるということをしたんですね。でまずは削除なんです。うん、どんどんしてどんどんして、あ、こんなとこ行きたいなとか、あ、こんな経験したいなっていうことが次にどんどん新しい情報を入れていくんですね。でそれが要はぶっ飛ばしてほしいんですよ。で最初これぶっ飛ばせないんです。ぶっ飛ばすがわからないんです。全然わかんないです。そうなんですよ。いや、こんなことできたらめっちゃ幸せやなとか、そういう情報を意図的に入れるっていうのをまずぜひやっていただきたいなと思います。はい。、はい、では続きまして、じゃあ、はい、弥生さん、はい、いかがでしょうか。はい、私は結構物も頑張って捨てて、うん、今までの生活もちょっと見直してってなってた時に、このままだと思い浮かべる夢には達成できないなと思って、うん、よし、じゃあ違うこと始めようと思ってやろうとするときに、うん、やっぱりすっごい緊張しちゃって、うん、自分では全然できるって頭の中ではすごい思ってるんですけど、うん、実際やろうとするともうお腹が痛くなっちゃって、うんうん、なんか食欲とかなくなっちゃって、うん、でもやりたいと思うし、うん、あ、ここが多分突破できないんだろうなってすごい思いながら、うん、今まで自分の親とか、うん、まあ好きでしたけど、やっぱりコンプレックスが母から来てるのとか分かってたので、うん、ちょっと一緒にいるとイライラとかしてしまったんですけど、今新しいことを始めようとした時に会うと、うん、あ、お母さん優しいみたいな、うん、ちょっとこっちに引き戻されそうにやっぱりなるんですよね、はい、そんなもんなのかなってって思います。でもなんか緊張するんです。それをなんとかなんとかしたいっていうか、うん、まあ、緊張するんですよ、はいはいはい、基本的に新しいことやるときはもう全部一緒で、うん、嫌がるんです自分が、うんうん、体がすっごい嫌がる、うんうん、でそれはもう今でも私もそうなんですよ、うん、すっごい体に出るんですね、うん、ということは今からコンフォートゾーンを移行しようとしてるんやなっていう感覚なのが分かってるので、うんうん、はいはいって言いながら無視。なるほど。逆に言うと緊張するっていうことは、それだけ新しいことにチャレンジしようとしてるんだということで、うんうんうん、あ、すごいや私みたいな感じで、それでいいんですよ。じゃないと逆に何も感情の起伏が起こらないとか、体に出ないってことは現状維持してるだけなんで、うんうん、また今日も昨日と同じ自分で行きました、うんうんうん、私現状維持してる、やっばーみたいな、うんうん、だから私たちってどうしても何も自分を変えずに、なんかすごいことになるんじゃないかと思ってるんですよ、うん、そうなりたいと思いますよね、うん、何も今の自分変えずにいきなり1億円とか降ってけんのかなみたいなね、思います。感じなんですよね、うん、だけど降ってくることは二度とないんですね、絶対ないんですよ、うん、これを取りに行くんやから、やっぱりこれなりの何とか責任だったりとか、まあ、プラスとマイナスがねあるんですよ、うん、もうどの出来事にも、うん、それを分かった上でやるだけ。ただ今の自分のコンフォートゾーンから今まさに抜けようとしてるんやな、うん、私すっごーいって言って。こんな感じですね。
ありがとうございます。はい。だから大丈夫です。はい、そのまま言ってください。ありがとうございます。頑張ります。はい。はい。では、久代さんどうぞ。はい、うん。YouTube チャンネルやってるんですけど、うん、なかなかこう突き抜けられず。最初のチャンネルは2000人まで行ったけど、うん、それもずーっとこう緩やかな流れの中上がりきらず。新しいチャンネル4月から始めて、うん、それもまだ爆伸びっていうところにはいかず。経費かけてお金かけてるけど、結果は本当に出るんだろうか。素晴らしいスタッフがついてくれて、素晴らしいシーンもついてくれて、えっちゃんもいるんだし、絶対いけるっていう思いと、うん、本当にいけるのかお前っていうジキルとハイドが、私の中で戦っている、うん。戦ってるんですね。4月からやって、今、約600。611ぐらい。うん、全然いいじゃないですか。え、全然伸びてますよ。あ、そうかな。うん。え、伸びない人って本当伸びないですよ。何を基準に、伸びてないと思ってるんですか？がん攻略チャンネルじゃないですか？一般層向けじゃないじゃないですか？ちょっとマニアック。うん。だから、その人たちが600人登録してるんですよ。マイナスを見すぎなんですよ。マイナスを見すぎ？うん。伸びてないって。え、何を基準になんですよね。何を基準に伸びてないと思ってるんだろう。でしょ？うん。やっぱ1000行ったりとか、1万、10万って自分で100万いけれたらいいなっていうのはあるけど、うん、そう上がっていくのに、ブレイクしなきゃいけないんだけど、そのブレイクの、ここは来るかみたいな。え、来ないんですか？来ると信じたい。ですよね。プロのコンサル言えるじゃないですか。だから、そのプロに任せればいいんですよ。プロが言うことやれば、絶対うまくいくから。いや、それ信じるしかなくって、あんまりまたこれマイナスの方を考えてると、ほんまにそれが、どんどん、なんていうの、引き寄せるんですよ。だから、いいこと起こってるはずなんですよ。だって600人いってない人いっぱいおんねんから、その人からしたら、すごくないってなってるんですよ。あ、そうなんだ。そうやね。ほんで、実際にそれで、マネタイズできてるじゃないですか。まあ、若干。はい。できてますよね。先月100万超えましたね。でしょ？え、何が問題なんですか？ずっとこのまま100万、150万、200万っていくかな、みたいな。え、それ行かなかったら問題なんですか？行かないと維持費が。あ、維持費がかかるから問題。うん、コンサル受けて、うん、編集代とか、うん、サムネ代とか、うん、サポート代とか、うん、いろいろそんたもろもろのスタッフに払うお金っていうのがだん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 こうボリューミーが上がってきたときに、うん、それをさらに払いながらの、うん、プラスも出していくっていう風にしていける、うん、自信がないってこと、うん、なんかそんだけ経費かかるんやったら絶対稼ぐぞっていうマインドに、うんなる日、まあ必要があるっていうか、でもこれってだから、まあ要は夢のセッティングなんですよ。で、これがあるからやりたくなるし、これに今引いた時に YouTube が必要だと感じてると思うんですよね。で、この今やってるコンテンツが必要だと感じてるので、それを淡々とやればいいんですよ。で、プロがいるじゃないですか。だからその人らの言う通りにやるだけなんですよ。伸びてほしいし、伸びる方を願うし、でも誰もわかんないんですよ。だからもう淡々と私は毎日ただもう上げてただけなんです。で、全然伸びなかった時ありますよ。もう一人減った今日みたいな。あ、今日も二人減ったみたいなさ。あ、もう落ちたみたいな。そう、なるじゃないですか。で、私もその時期あるんで、すっごいわかるんですけど、もちろんですよ。エスコさんは何もせずに何か知らんけど、ピューと落ちてる。ピューって落ちてる。思ってるでしょ全然全然。だからコンサルの人と、だからこうしてああしてっていう風に、やっぱりやってきてるので、その時期があって当たり前なんですよ。検証していってるって感じなんですよね。うん、だからそれやってから言えって感じ。はい、もう自信ないとかどうでもやってください。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、では、リンダさん。はい、専業主婦で十数年、はい、夫のこと、子供のこと、はい、家族優先でやってきたんですね。はい、こんなもんかな、人生と思ってたところに、はい、悦子先生の YouTube が飛び込んできまして、はい、すごく面白いし、確信をついてて、もう引き込まれたんですね。はい、時間は有限だと。はい、あれ、私、あとどれぐらいの時間残ってるのって思ったんですね。うん、ちょっと健康の不安もあったり、うん、あと将来、楽しく老人ホーム生活をしたいなって思ってるんです。うん、夫に頼ろうかとも思ったり、まあ息子に頼ろうかと思ったりもしてたんですけども、うん、悦子先生もおっしゃる依存マインドが、うん、なんかとってもなんかつまんなく思えて、うん、自分で、ね、自分の将来ぐらい、うん、お金ぐらい作ってやろうってなんか思ったんです。老人ホームの、うん、あのお金を作りたいと思ってたんですけども、はい、悦子先生が、うん、そこじゃちょっとあのつまんないから、うんうん、やっぱりゴールは高等無形なものに セッティングしなくちゃいけないと。で、あの話の流れで、うん、トム・クルーズが出てきたんですね、私の中から。うん、そのトム・クルーズを思い出した時に、バックにセスナがあって、うん、で笑顔の二人が、うんまあ、並んでたんですね。うん、それで、あ
これなのかなって、まあ、それを目標にしてるんですけども、うん、自分でお金を貯めて、うん、将来の老後に賄うというか、うんうん、するには、このままでいいのかなってたまに、うん、コモトゾーンに戻されてしまうんですけども。うんはい、はい。で、どうしたらいいかということですよね、はい。夢の達成の仕方っていうのは、順番的には先に夢のセッティングなんですよ。はい臨場感を上げるってことをやっていくんですね。はい、臨場感ってどうやって上げるのって言ったら、これは五感を使って上げていくんですね。例えば、香り。ホテルの香りってないですか、まあ、すごいいい香りとか。ありますよね、はい。すごいいい気分。なんか高級な気分になりますよね。はい、これ五感使ってるんですね。はい、そのうちの一つが視覚のビジョンボードなんですよ。自分はなんか忙しいわと思ってても、パッとそれ見ると、そりゃトム・クルーズやった私みたいな感じで思い出すんですね。常にリマインドをかける時間がいかに長いかなんです、これ。で、それをやっていくと、こっちに臨場感が上がります。普通夢って臨場感ゼロなんで。だって体験してないでしょ、うん、だから分かんないんですよね。だけどこっちに臨場感をどん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 上げてもらうんですね。上がってきたら、いや、めっちゃおもろいな、これと思ったら、ふってね、あれしたらいい気がするなと思うんですよ。ご本人にしか思いつかないんです、うん、私に降りてくるんじゃないんで、うん、だから待つっていうのがいるんですね、うん、臨場感上げて上げて上げて待つ必要があるんですね、うん、降ってくるんです。それに従うんです、うん、で、それが何が降りてくるかが分かんないんです。それが急に あそこのホテルラウンジ行きたくなったから行こうかもしれないし、分かんないんです私も。ただ思ってやるんです。ひたすらこれをくる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 やってるんですね。うん。それが普段のスーパー行って、あ、今日はゴーヤー食べようとか、うん、そんなんでもいいんですよ。思ってやるんです、うん。ちっちゃいことから。私って思ったら現実化するんやってふうになるのわかります、うん、あ、ゴーヤー食べたい。買った。食べれた。現実化じゃないですか。うん、これをやってると、思ったら叶うんやっていうマインドに変わっていくんですね、これが。そのこと思ってるじゃないですか、夢をね。そしたら、そのこと思っててパッと思いついたから、あ、思いついたからやろうっていうふうにすぐ行動に移せるんですね。ほんで、やっていったら私とこれ叶うんや。叶わないのっておかしくないってなってくるんですよ、これ。叶うのはね、確信とかじゃなくて、知ってるなんですよ。知ってるんです、自分が。あとはもう、いつかなって待ってるだけなんですね。もちろんこれ行動してるからなんですけれども、例えば、リンダさん。歩けますよね。はい。これに疑いって持ちます?いえ。持たないですよね。はい。こんな感覚になるんですよ。でもこれは何かっていうと、臨場感上げてるからなんですよ、こっちの。叶うに決まってるとか、え?叶わないとかあるっけ?みたいな感じになるんです。これは私がもうとにかくコーチング、自分自身が受けた時に、とにかく思ったらやる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 っていうのをやりまくったんですね。もう掃除があそこが気になったから掃除するとか起こんな。でもね、普段私たち生きてると、思ってもやらないでしょ。うそうですよね。やらないでしょ。明日でええんちゃうみたいな。あ、百均かなとか、まあ明日でいっかみたいな。暑いしなみたいなね。でも今日思ったから今日やるって一個ずつ思って行動して片付けていくんですね。そしたら思ったらこんな風に私ってどんどんなっていくんです。リンダさんの場合であったら、トム・クルーズ、OK です。トム・クルーズであれば、その自分とトム・クルーズはどこにディナー行くんやろ、うん、ねえ、どんな場所でお茶するんやろとか、今度このレストランとか、場所とか、まあ何でもいいですよ。自分が身につけているものとかを検索し出すんです。どんどんビジョンモードでそれを貼っていきます。でどんどん臨場感が上がっていくとか、おもろいんですよ、見てて。例えば、リンダさんが、そのトム・クルーズをセットした時って、ぐわって鳥肌だったの覚えてます？そうなんですよね。うん、今思い出しました。そう。これがゴールセッティングになってるんですよ。鳥肌が立つんです。こんなことできたらめっちゃおもろいみたいな。これがセッティング合ってるんで、それでいいんです。はい、うん。で、そこに、高級老人ホームで鳥肌立ちます。それでもいいかなと思ってたんですけども、うん全然、取り方も何も。立たないでしょ、ね。目標になっちゃうって感じ、それは。あ、目標か。で、別に悪くないんですよ。うん、悪いわけじゃなくて、うん、ただ、本当は、すごい高い角度でいけるのに、わざわざなんでこんな低い角度で選ぶのって感じなんですよ。うん、あ、ここ行けるのに、トム・クルーズ行くまでに、高級老人ホームとか絶対あるよね、みたいな。そんな余裕あるでしょうかね、うんうん。っていう感覚なんですよ。だから、とにかく角度がゾクッとします。要は鳥肌が立つよね、うん。それが正解。ということになります。はい。では、ここからフリートークなんですけど、今の皆さんの話聞いてみて、質問でもいいし、シェアでもいいし、これってこういうことですかでもいいし。なんかあります?ヒロさん。
もう本当に今まさに気持ち悪い。本当に今日来ていいのか、あの朝もご連絡いただいた時も、本当にやめようか、やめようかなってずっと思ってたんです。はいはい、でも変わらないな、行かなかったら変わらないって、全然わかる、わかります。僕は後悔してないです。もう後悔じゃないんですけど、あの本当に今後一週間本当気持ち悪くてしょうがなくて、はい、それぐらいあのだから嫌がってるじゃないですか、体が。逆に言うとそれによって人生が変わるってことが分かってるんです。自分は。深いめっちゃ深い。普通ここでね、あの油断するとやめるでしょ。あ、やめる。なんか体調悪くなってきたら、私はそうじゃないんだ。わかるわかるわかる。分かる分かる分かる。嫌がってるから行くんですよ。それ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 、すごいある。すごいわかる。もうすっごいそうなんです。だから逆に言うと、だから自分が分かってるんですよ。変わっちゃいますよって言ってるんです。自分に対して。変わらないでなんですよ。体だけじゃないんですよね。なんか何十年も大事にしてたものとかが、どんどん壊れるんですよ。すごい。そう、本当に大事にしてたマグカップにひびが入るとか、小さいことですけど、電化製品壊れるとか、なんです。え、今チャンスですよ。ちなみに。ちなみにこれ逃したら、もうしばらくないですよ。あ、マジでマジで。マジでマジで。確かに。あると思う。すごいあると思う。やっぱり気持ち悪いし、何なんだろう、これって。わかります。だから今ちょうど狭間にいるんで、はい、どっちにしますか、なんですよ。人生変えたんですか、それとも今のままですかみたいな。今ちょうど狭間っていう感じなんで。だからもう皆さんそうです。私もそうです。自分のステージが変わるときすっごい出ます、体に。もう急に何もやる気がないんですよ。体にちょっとなんかグワーって出そうな気がする。でも、あ、出た。で、鏡に向かって、えっちゃん大丈夫やでって。マジで、マジで。マジでちょっとマシなんで、ごまかしながらやってる感じだから。マジで、先生でもそんなことが。当たり前だよ。だから、それぐらい人間の本能ってすっごいきついんですよ。っていうのをまず皆さん分かっていただきたいんで、これ、あの、ずっと出続けます。自分が進化し続けてる限り。生きてる限りあるってことですね。そうそうそう。で、逆にないってことは、だから現状維持してるだけだから、あの、人生変わらないですねっていうののサインなんで。まあ、という感じになりますので、今日は皆さんね、いかがでしたでしょうか。どう？楽しかった？楽しかったです。楽しかったです。今からって感じだったんですよ。そう、今から。だからやっと2日目に来ましたね。そう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 。皆さんと楽しくお話できて、まあ、皆さんの、ね、人生好転のお役に立てていただけたらと思います。はい、では本日はありがとうございました。ありがとうございました。